はい、プリンセス帝王学第二王朝プリティーマナティー。はい、今月も始まりましたプリンセス帝王学第二王朝、プリンセスのマナです。よろしくお願いします。まずは初めましての方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介をしたいと思います。20歳の静岡県出身グラビアアイドルのマナです。プリンセスです。はい、じゃあプリンセス帝王学執事もいます。はい、執事もいます。はい、そして続いてツイッターのご案内をさせていただきたいと思います。ユーストリームのソーシャルストリームでつぶやいていただければ、タイムラインでも見れるので皆さんつぶやいてみてください。ツイッターアカウントは出てこない、はい、アットマーク PRI アンダーバー TI、 アットマーク PRI アンダーバー TI です。そしてハッシュタグもできました。ハッシュタグもツイッターアカウントと同じでシャープ PRI アンダーバー TI です。こちらツイッター返信もらえるとね、今タイムラインで拾えるのでパチ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 来てますね。皆さんたくさんつぶやいてください。よろしくお願いします。はい、前回から自治ネタを入れていこうということで、前回はあの天気の話をしたんです確か。今回はワールドカップ中なのでワールドカップの話をしたいと思います。なんと7月の4日にブラジル代表のネイマール選手が腰椎骨折してしまいまして、ワールドカップ欠場になってしまいました。悲しいですね。なので9日のブラジル対ドイツはネイマール選手出ないんです。見たかったですね。見たかったよね。見たかったよね、ネイマール選手。あ、そうそう、な、見てないサブか、もしかして9日準決勝です。日本は残念ながらという感じだったんですけども、サッカー盛り上げていきたいので皆さんで盛り上げていきましょうね。違う、個人的にサッカー好きなので、はい、みんな9日応援してください。はい、そして番組の簡単なご説明もさせていただきます。毎月第1日曜日13時から池袋で番組公開収録と撮影会のイベントを行っています。ぜひ会場にも遊びに来てください。来月分のイベントチケットは今日の夜21時からメールでの受付です。先着10名様です。番組公式ツイッターや私の公式ツイッターブログをチェックしてみてください。それでは短い時間ですが皆さんよろしくお願いします。最初のコーナーはこちら、お絵かきコーナー。イエーイ。はい、プリンセスたるもの絵が下手くそでは国民の支持を得ることができませんというわけで、1分間で出されたお題を2つプリンセスが描いていきます。こちら残念だと思った方はツイートで残念とツイートしてください。会場にいる方は拍手をしてください。毎度ながら。はい、よろしくお願いします。お題は2問あるので、最終的に残念だと思ったら、はい、お願いします。それでは早速最初のお題いってみたいと思います。こちら。過去に描いた絵が戦闘機。なんで笑うの？え？戦車。ペンギン。これ前回描いた絵ですね。まあ、でもマナー一番これがやっぱりヘリコプターがいいな。そして言うの忘れてました。あの残念だったらセリフにいきなり挑戦という罰ゲームがあるんです。はい、なので皆さんよろしくお願いしますね。残念ってつぶやかないでくださいね。
はい、最初のお題はこちら。めっちゃ声が漏れてしまった。難しい。よし、いいぞ。じゃあ行きます。よーい、スタート。これ縦に行くべきだよな。これは縦に行くべきだよ。横に行った方がいいのかな。横に書いた方がいいのかな。こんな感じだよな、きっと。あ、いい感じ。きっとね、こんな感じなんだよね。あ、いい感じ。じゃんじゃん。足って何本あったっけ。足何本。今まだ3本しか書いてない。え、なんで3本笑うの。なんか横に書いた方が良かったかもしれない。縦に書いたから、なんか4本か。4だな。 OK じゃないかな、これは。いい感じ。あと何があるんだろう。カブトムシ羽でしょ。いやでもこれはいけてるんじゃないかな。これはいいですか、見せちゃって。羊いい、いきます。ドロン。え、なんでそんな微妙な反応されてるの私。嘘。カブトムシいい感じ。やっぱ縦に書いたのがダメだったかな。横に書くべきだったかな。なんで。お、上手じゃないですか。いやー、違う、6本です。うわ、3本で合ってたのか。そう、それの3本だった。そう。なんだ。8本にしちゃった。簡単じゃないよ、これは。簡単じゃないよ、カジさん。書いてみ、今度。書いて送って。番組のツイッターに書いて、みんな送ってみ、カブトムシ。悔しい。はい。次のお題いきたいと思います。こちら。なんでね、最近ね、読めてきた。最初は動物で、次はなんか難しいやつ持ってくる。なんでこんな難しいの持ってくるの。よし。スタート。テレ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 。こういう感じだよね。なんかこれ芸術的。これ芸術的だよ。めっちゃ芸術的。これね、あ、もうなんかこれでいい。カゴつけちゃおう。じゃカゴつけちゃいます。え、なんでって言ったの。自転車カゴついてるでしょ。芸術的だし、わかりやすい、これ。今最近描いた絵の中で一番芸術的だからね、もうこれはね、落書きしちゃう。もうね、こういうの描いちゃうね、もう。上手。あ、座るとこ書いてなかった。うわ、座るとこ書いたら芸術的じゃなくなっちゃった。はい、終了です。自転車いきますよ。せーの、ほら、ね、上手でしょ。でもね、この椅子がなかったらね、もうちょっと上手にね。上手でしょ、ほらね。やっと来た、この感じ。おーの感じ。うん、うんって感じだったけど、今まで姫はいつも馬車だから。そう、まだ馬車に乗ってるから自転車なんて書けるはずないの。でもほら上手でしょ。イエーイ。拍手しちゃダメですからね。判定の時に拍手しちゃダメですよ。はい。ん？そう、ちょっと芸術的に書きすぎちゃったから、プリンセスっぽいものも残しといたの。はい、それでは判定いきたいと思います。自転車とカブトムシ
今日の判定はどうぞ。ねえねえ、もう当たり前のように拍手してますけど、それダメなことですからね。拍手しちゃダメなんですよ。拍手したら分かってる、拍手したら罰ゲームですよ。うんじゃない。あ、ほらチャリの絵はうまいってみんな書いてくれてるもん。ほら残念でツイートしてないよ。なのに残念。うん、ひどいな。はい、じゃあ今日も罰ゲームしたいと思います。はい、セリフにいきなり挑戦。今日のお題は、セリフは、はい、あんたさっきから自分が何言ってるか分かってるの、そんなことばっか言ってるからあんたに誰もついてこないのよ、です。噛んじゃうんですよね、噛んじゃいそう。そんなことばっかり言ってるから。はい、じゃあ皆さんカウントお願いします。せーの、5、4、3、2、1。あんたさっきから自分が言ってること何か分かってるの、そんなことばっかり言ってるからあんたに誰もついてこないのよ。はあ、舌打ち忘れちゃった。あー、舌打ち忘れちゃった、ショック。もう一回やりますか。いいです、いいです。やります。はい、5、4、3、2、1。あんたさっきから自分が何言ってるか分かってんの、そんなんだからね、笑わないでよ。あー、悲しいプリンセス。負けちゃった、みんな、負けちゃった。はい、罰ゲームでした。ありがとうございます。はい、それでは以上、お絵かきコーナーでした。はい、やかましいわのコーナー、イエーイ。はい、このコーナーでは私の口癖の一つであるやかましいわというようなセリフを引き出すような、やかましいわというセリフを引き出すような、そんなエピソードを皆さんから頂戴してトークしていこうというコーナーです。やかましいわのエピソードではなかったらボツと出します。はい、今月はどんなエピソードが届いているでしょうか。早速行ってみましょう。ハンドルネーム、サッカー小僧さん。サッカーと呼ぶのは日本やアメリカ、カナダなどの少数の国で、大体の国はフットボールと呼んでいるそうです。発音的にはフトボーです。プリンセス、ぜひ発音よく読み上げてください。はい、ボツ。やかましくない。これどこがやかましいのって感じなんですけど、プリンセス的にはやかましかったですか。やかましくない。じゃあちょっと私がやかましいことしようと思いますね。フトボーを発音よく言ってみたいと思います。はい、フトボー。あれ、やかましいわって言ってくんない、みんな。やかましいわって言ってよ。やかましいわ。ありがとう、ありがとう。はい、続いていきたいと思います。ハンドルネーム、キラキラ星さん。短冊に書いたお願い、一度も叶ったことがありません。そもそも短冊に書いたお願いを叶えてくれるのは誰なのでしょうか。はい、ボツ。はい、私も叶ったことがありません。というわけで、やかましくないです。さっき羊が言ってたんですけど、誰が叶えてくれるでしょうかっていうのは、きっと一日しか会えないから、織姫様と彦星様が誰かの願いを叶えてる暇なんじゃないっていうことで、叶えられないんじゃないかなっていうことでした。なので、そ
ったです。しょうがない、しょうがないんだよ、しょうがないことなの、自分で叶えるものだよ、頑張ろう。はい、はい、続いて、続いて、あー読めない、ピザピザピザハンドルネーム、ピザ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 ヒザさん。いや悲しいわ。近所に24時間フィットネス24時間フィットネスがオープンします。深夜2時に筋トレを黙々とやっている人もいるそうです。ボツ。深夜2時に筋トレを黙々やってるのっていいじゃないですか。素敵素敵素敵、全然やかましくない。私も深夜2時に筋トレできるようなね、その精神力が欲しいです。あと体力も欲しい。はい、続いて、ハンドルネームドラゴンボール様さん。7月です。何もしないまま今年も半分が過ぎちゃいました。はい、やかましいわ。これさ、これこの前もあった気がするんですけど。ありましたよね。やかましいわ。私もまだ何もしてません。頑張ろう。今日頑張ろうが多い。はい、続いて、ハンドルネームガラスのハートさん。10分以上のお化粧は特殊メイクじゃないですかね。やかましいわ。うーい、私は基本的にメイク10分で終わるんです。なのでやかましいわってあんま思わないんですけど、全国の女の子を敵に回しました。ガラスのハートさんは10分で終わりません、普通の女の子は。あ、違う、今自慢とかじゃないですよ、全然自慢とかじゃないんですけど。はい、次行ってみましょう。本日最後のエピソードじゃない、あれですね、やかましいわのハンドルネーム匿名希望さん。あ、違う。今日もどこかで閉店セール、あ、ご安心ください、閉店セールは明日も明後日も続きますんで。やかましいわ。確かに、なんか私の地元の閉店セールは本当に閉店セールなんですけど、東京で見る閉店セールは閉店セールじゃない気がしますね。うん、確かに確かに、閉店セール大好きです。はい。というわけで今月はここまでです。こちらのコーナーでは私の口癖の一つであるやかましいわというセリフを引き出すような、そんなエピソードを皆さんから頂戴しています。ハッシュタグ PRI アンダーバー TI をつけて、あとアットマーク PRI アンダーバー TI 宛てにやかましいわのエピソードを皆さん送ってください。全然来てないからね、本当に送ってみてくださいね。読むからちゃんとプリンセスが。待ってます。深夜アニメの連続視聴はきついよ、やかましいわ。電車の中で器用に化粧をしてる女がいますよ、やかましいわ。ありがとうございます。以上、やかましいわのコーナーでした。場外ホームランのコーナー。あー、つまんない、ずっとお城の中で退屈。お城の外の世界ってどんなんなんだろう、みんな教えて。はい、やかましくない、やかましくない、もっと言ってもっと言って。はい、というわけでこちらのコーナーでは、お城の中、お城の生活で退屈しちゃっている私を楽しませてくれるような、あと驚かせてくれるような、そんな写真を頂戴してトークしていこうというコーナーです。よかった写真にはホームランの言葉とともにウインクをしちゃいます。そんなに良くなかった写真にはアウトを出します。さあ、今月は何本ホームランが出るでしょうか。はい、そして取り上げる写真の中には、私がお城をこっそりと抜け出して取り上げた写真もあります。はい、早速行ってみましょう。1枚目、てれん、綺麗ですね。ハンドルネーム味塩コーヒーさん、姫ごきげんよう。ごきげんよう。この写真はよくツーリングで通るコースの愛知県の伊良湖岬で撮った夕焼けです。綺麗ですね。
の私こういう写真が好きでカメラロールの中にいっぱいあるんで、あれこれ私をあげた写真かなって一瞬思っちゃいました。判定はホームラン。やっぱり自然の写真は好きです。あれもう一回来た、ホームラン。はい、ありがとうございます。味塩コーヒーさん、続いてハンドルネームスーパーシュートさん、写真はそのハンドルネーム通りですよね。もう写真が去年バスケ部に入ってた時の写真です。みんなでシュート練習をしているとたまにこうなりますよね。なりません。私バレー部だったので隣のコートでバスケ部が練習してたんですけど、一回も見たことがありません、こんなの。あ、でも授業では一回見たことあるかもしれないな。これどうやって撮ったのかが気になります。判定はホームラン。バスケしたくなりました。ありがとうございます。続いて、ハンドルネームテキーラさん、友人からのもらい物の写真ですか。もらった時はかなり笑いました。どこのお店で売っているのかと思いきや店員さんのいたずらだそうです。そりゃそうか、やかましいわ。やかま、安いし、なんかすごく安くないですか。たい焼き好きなん、え、これ店員さんのいたずらでどうこうできるものなんですか。このたい焼きのサイズもすごくないですか。ちっちゃいですよね、すごい。だってどこから持ってきたんだろうっていうのが気になります。これ鮮魚って書いてあるのが面白いと思うんです。あ、そうなんだ。見るところが違う。全然鮮魚じゃないじゃないですか、もう。今更ダメだダメだダメだ。判定はホームラン。姫が気づかないぐらいツッコミどころが満載だったということでホームランです。はい、続いて同じくハンドルネームテキーラさん、おお、猫だ。その画像を受けていたずらをしました。うちの猫ホーリーです。ホーリー、名前がホーリー。お気に入りの定位置に値札を貼った段ボールを置きましたら見事に引っかかってくれました。ホーリー販売中です。かわいい。いくらで販売中なんだろう。かわいいですね、猫ちゃん。このなんて言うんだろう、これはきっとメスですね。はい、判定はホームラン。猫ちゃんかわいいのでホームランです。販売しないでください。続いて、はい、これは姫です。なんかこの間友達とお城をこっそりと抜け出して渋谷に行ってきたんですけど、このすごくダサいの分かりますか。これメガネのかけ方もダサいし、ピンドルの仕方もダサいの分かりますか。分かんない。なんかご飯食べてたら姫の友達が私に勝手になんかピン止めし始めて、こんな状態になっちゃって、で私メガネしてこの状態なの。え、ダサくないですかね。あれ、そうでもない。私です。私なんです。はい、判定はボツ。なんか、あ、アウト。ありがとう、ツッコミ、アウト。なんかみんなの反応があんまりだったからアウトにしてみました。初自分の写真アウト。悲しい。おばちゃんか。そういうの言って欲しかったんですけど、なかったからボツ、アウト。はい、続いて、はぁ、かわいい。私の、あ、これもうこっそり城を抜け出して静岡に行ってきたんですけど、地元に、私の子供です。やかましいわ。はい。小中、幼稚園小中って同じアパートに住んでたんですけど、私その目の前に住んでる
すごいもうこの子は恋愛なんてしないで生きていくんだろうなっていうすごい仲良い友達がこの間出産したんですよ。すごく可愛くないですか。もうめっちゃ可愛くてずっと見てられましたね、顔。はい、判定はホームラン。赤ちゃん可愛い、めっちゃ可愛かったです。子育て頑張ってほしいです、友達に。はい、続いて、はい、こちらもプリンセスがお城をこっそり抜け出してお台場に行ってきました。今週久しぶりに行ってきました、お台場。お台場という場所が本当に大好きで、中学生、小学生の時から好きで、レインボーブリッジが好きなんです、プリンセスは。なぜか、なんでだと思いますか。橋フェチ、橋フェチ、工場好きなんですけど、橋ももしかしたら好きなのかもしれない疑惑が最近浮上しています。判定はホームラン。ホームランですね。皆さんおすすめの橋があったら教えてくださいね。はい、ボツと言った時点でアウト。はい、すいません。プリンセス失礼、失礼だったから。でも本当になんか本当に恋愛とかしないでなんかぼーっと生きていくんだろうなって思ってた友達が出産しちゃったんですよ。何があるか分かりませんね。お城抜け出しすぎ、すいません。はい、というわけで場外ホームランのコーナーでした。ありがとうございました。今月はここまでです。あっという間でしたね。今月も、今月一番噛んでない、やった。噛んでないぞ。噛んでなかったよね、みんな。噛んでないってツイートしてね。はい。では最後に改めてこのツイッターのご案内をさせていただきます。じゃらん、アットマーク PRI アンダーバー TI、 アットマーク PRI アンダーバー TI です。でハッシュタグも PRI アンダーバー TI ですね。はい、シャープ PRI アンダーバー TI です。はい、まだフォローされてない方はぜひフォローしてください。そしてそしてプリンセステオガカ、毎月第1日曜日の1時から池袋で番組公開収録と撮影会のイベントを行っています。ぜひ会場にも遊びに来てください。8月3日の受付は今夜21時からメールでの受付となります。先着10名様です。皆さん会場にもぜひ遊びに来てください。詳しくは番組公式ツイッターや私のブログやツイッターをチェックしてみてください。そしてそしてもう一つ、じゃん、どっちだ、こちら、はーい、プリティマナティ第3弾ができましたよ。ありがとうございます。チャランチャランチャラン、こちらは空港で撮ってきました。こちら残り4冊となっております。ご興味がある方はぜひ買ってください。そして第1弾第2弾も少しずつ余ってるのでぜひ買ってみてください。よろしくお願いします。というわけで次回は8月3日13時からです。今から開けといてください。それではせーの、プリティーマナティー、ありがとうございました。